春日が市立中部中学校は、愛知県春日が市王子町にある公立中学校。主に、勝川小学校、小野小学校、上条小学校の3校の卒業生が、春日が市立中部中学校に入学する。近隣には、小野小学校、勝川駅、王子生紙、イオン等が設置されている。健康メロ知チ連馬協力法仕春日が市立中部中学校の隣には、 王子生死がありその地の特徴を生かした授業を行っている。参考の生徒が中部中に入学するということもあり、1学年およそ340人前後の生徒数を誇っており、全校生徒およそ1000人のマンモス校である。毎年2年生が職業体験を行うなど、将来に結びつく学習活動も行っている。また、 吹奏楽部が東海大会の金賞を受賞しているなど部活動の実績もある。グラウンドが広大なのが特徴で、1000人の生徒が運動を行う場として適切な環境を備えている。文化、運動、中でもハンドボール部は男女共に全国大会に出場したことがある。男子は過去6回出場し準優勝を2度したことがある。女子は3度出場している。 有名校で年代性別を問わず多くのハンドボール日本代表選手を輩出している。剣道部は東海大会に頻繁に出場しているほど実績は良く、男子は愛知県選抜チームとして一度全国優勝している。体操部は平成25年度を最後に廃部となった。上記以外にも交通の便が良く、 名古屋市の愛知県立旭川岡高校や、尾張旭市の愛知県立旭屋高校や、他の私立高校にも多数合格者を輩出している。ありがとうございます。